沖縄にお世話になって一番最初の頃に行った島が久米島だったんですよね。あ、そうですか。当時は中津村と、もちろん福島と分かれてて、ずっと大橋島のとこまで含めてずっと行ったんですよ。で、その時からそのあざ取り島の話は聞いてましたよ。おー、斉藤さんからは何回かお話を伺うことがあったんですけど、今日はこうして皆さんにお目にかかることができて本当に嬉しく思います。なんか聞くところによると、その噴火した時に周囲の島々に漁民を受け入れるようになんかいろいろあったみたいなんです。ダメで久米島が受け入れるということで、それで斉藤与之助氏が、まあ、ご尽力されて向こうへで無事移動させられて、すごいところはですね、あの島尻分庁だった頃に結局沖縄では豚も飼ってはいたんですけど、タンパク質不足ということで家畜にヤギをその奨励したのも与之助さんだけなんですよ。だから肥者分庁、肥者ってヤギ、ヤギ分庁っていうあだ名があるぐらい。これをぜひ、そうですね、まあ、皆さんとその情報交換しながら、いろいろなことで、まあ、これをきっかけにちょっと交流できないかなと思ってるんですけど、ありがとうございます。はい、どうも皆さん、本当、お忙しいのか、ありがとうございます。お越しいただいてありがとうございます。